5月6日月曜、山梨中銀スタジアムでは石原克也引退試合が行われた。3000人を超える大勢のサポーターが集まった会場では、過去にヴァンフォーレに在籍していた選手や石原さんと親交のある選手たちが登場。サポーターはお目当ての選手と写真を撮ったり、会話を楽しむなどして楽しく交流した。またラーメン愛好家としてもおなじみ、元ヴァンフォーレの森田浩平さんはこの日限定のラーメン店を出店。石原さんの母校韮崎高校をイメージしたオリジナルの豚骨ラーメンを販売した。石原克也さんは2001年にヴァンフォーレ甲府に加入、17年間クラブ一筋でプレーし、ミスターヴァンフォーレの愛称で親しまれた。そんな石原さんは2017年に現役を引退。現在はヴァンフォーレ甲府のアンバサダーとしてサッカーの普及や下部組織の育成に努めている。そんな石原さんの引退試合を盛り上げようと、この日は全国各地から35人の懐かしい顔ぶれが集結した。試合はヴァンフォーレ甲府レジェンズ対石原克也と愉快な仲間たちに分かれて対戦。両チームとも序盤から積極的にボールを追いかけるが、期待通りの珍プレーが続出。試合は終始和やかな雰囲気で行われ、選手がシュートを打つたび会場からは大きな歓声が上がった。そんな中、最初にゴールを決めたのはもちろんこの人、石原選手が先制点を決め、両チームから祝福の胴上げを受けた。その後、選手たちは現役に負けない見事なプレーを披露しながら次々にゴールを決め、サポーターを沸かせた。バウルこと土屋選手が渾身のヘディングシュート。しかしこれはオフサイド。この判定に猛抗議かと思われましたが、ライセンスを持つ中学生小林さんの判定に納得のご様子。一進一退の攻防の中、試合は徐々にヒートアップ。すると土屋選手や小倉選手を筆頭にあちこちで乱闘が発生。そうこうしている間にも、両チームはパスをつなぎながら果敢にゴールを目指し、それぞれ得点を積み上げていった。するとここで愉快な仲間たちチームからドゥドゥ選手と山本選手が特別出場。しかし出場して早々に石原選手への愛情のこもったファール。2人とも一発レッドで退場となった。この寸劇に会場からは大きな拍手が送られた。珍プレーと好プレーを演出しながら最後まで試合を盛り上げた選手たち。バン君も試合に出たいようだが、さすがに審判が制止。バン君、残念。そして試合終了間際、大勢のサポーターの声援を受ける中、
石原選手が PK をしっかりと決め、試合を締めくくった。背番号7の最後の勇姿に会場は大きな歓声と拍手に包まれた。試合後にはセレモニーが開かれ、石原選手が感謝の思いを伝えた。この感謝の気持ちをこれからもバンフォーレ甲府のために費やしていきたいと思っております。幸せなサッカー人生でした。心より本当に感謝しています。今日は本当にありがとうございました。この後スタジアムを一周する石原さんにサポーターからは大きな拍手が送られ、石原さんは握手をしたり手を振るなどして感謝の気持ちを伝えた。そして最後にかつての盟友たちから背番号7にちなんで7回の胴上げを受けた後、全員が見守る中スパイクを脱いで会場を後にした。長年ヴァンフォーレに魂を捧げた石原克也、あなたの勇姿を私たちは忘れない。続いてはヴァンフォーレ情報。この度中央大学のミッドフィルダー中村亮太郎選手が来シーズンからヴァンフォーレ甲府に加入することが内定しました。新潟県出身の中村選手はサッカーの名門新潟明訓高校を経て、現在は進学した中央大学でミッドフィルダーとして活躍しています。中村選手はクラブを通じて甲府の地で大好きなサッカーで活躍し、成長した姿を多くの人に届けられるように精進していきたいとコメントしています。